を解決するにせよ、彼は。お前たちだな。お前たちが上級の方を持ったせいで。ほら、噂をすれば。こんなに走り回っても赤白がどこにもないと思ったら、飛雲商会が動いていたか。貴重な鉱石でもないのに品切れになるまで買い込むとは、俺を狙っているのか。狙うも何も、僕は恩返しをしているだけだ。それに助けが必要な人がいれば助太刀に入るのが当たり前だろ。このままで終わると思うな、と言ったのはそっちの人だしね。ふん、身の程を知らないバカめ。これ以上言っても無駄だな。さあお願いします。ここの赤白を全て奪ってやってください。相手を間違えたら。こいつはどうだ。くらえ。ただものではないな。このままでは予想外の損失になる。もっと痛めつけてやってください。そして赤白を。ファデュイとお前はビジネス上の協力関係なだけだ。お前の尻拭いまでしてやるつもりはない。何よ、これもそちらの注文のためではありませんか。注文の件は自分で何とかしろ。行かないでください。おい待て。坊ちゃま、どうしてここに。怪我はありませんか。